腹減ってんのかなったよね今。俺俺どっち、え、俺じゃないって俺じゃないって。頼むぜ本番で本番って何よ。頼むぜ本番って何本番って何なにこれ。痛い思い出した記憶が。スプラ甲子園関東大会 Day1 出場します。お願いします。お願いします。そうでした、思い出しました。我々チキン小屋、うん、出ますんで、なんか抽選でね、本当に本当に抽選、ガチ抽選で、うん、結構薄いとこ引っ張ってきたんじゃないですか、はい、これはなかなかね、うん、薄いとこ引っ張ってきたんじゃないですか。確定むずいよ。むずいよね、うん、我々2人と一緒に住んでるもう2人、うん、まあこの動画、あのチャンネルではよく協力してくれるマー君、マー君、マー君しかり、はい、あともう一人、もう一人のヤバいやつ、ヤバいやつこの4人で出ていきますね、うん、ますんで、今週末なんで、土曜日、うん、29土曜日、4月29日土曜日、時間がある、何時だ、まあ大体お昼前ぐらいから始まるのかな、試合、ね、ブロック、何ブロックかは覚えてないんですけど、公式チャンネルで YouTube 配信されるのでらしいっすよ。僕らの勇姿が見れる方もいると、います、はいはい、で僕らは、うん、チーム名が当落、うん、チキン、なんだそれという名前で出てますんで、ううこ、でこれ多分木曜日とかに上がるんですよね、うん、木曜日に上がって土曜日なんで、うん、試合が、対戦相手の人とかもう見られちゃうね、これね、調べられたら、あ、こう、あじゃないのよ、このチャンネルにたどり着く術がないのよ。え、あれ、うん、え絶対に覚えといて、このチャンネルまだ登録者数1000人、え絶対に届くことはない、1000人、うん、嘘や、数えてなかったんかい、1000人、え、俺らよりチャンネル登録多くて面白くないやついっぱいおるのに1000人絶対にそんなことない、嘘でしょ、うん、なので、当落チキン、あの、当落チキン、当落チキン、チキン小屋ではないです、チキン小屋ではないです、当落チキン、受かるつもりなかったんでね、そうそう、ふざけてね、うん、ふざけてやってて、当たるか落ちるかどっちや、当落チキン、当落や、つって当落チキン、当落チキン、まさか受かっちゃいましたんで、じゃあその、じゃあ次、あれ撮ろうか、その、当日も、当日の朝の感じと、伝えれたらいいね、うん、朝の感じと試合終わった後の感じとかも、感じとか撮りますんで、まあ、そんなこと言っとっていいんかな、なんか終わった後何もやる気なくなっちゃったらどうする、惨敗して全然勝つよ普通に、いや 2% 俺らの陣、あの色いやー、縄張りの縄張りあんまないよ、俺ら 2% で塗り合って塗り合って50対なんか45とかでやるけど、うん、2と90なんかとかってこと、うん、俺ら 2% 負けする、本当に取らん、途中やめと、プロも置いとる置くこともあるかもしれんけど、10%、まあ、そこの勇姿見てほしいです、込みではいね、お願いします、お願いします、見てください、応援してください、お願いします、もしこのチャンネルに、そして今見てるその敵チームの当落チキンの敵チームのやつ、来れんって、ここには、俺は X パワー3000ある、はい、嘘パワー始まり3000あるないです、お願いします、うん、ビビらせてるだけです、ね、します、最近スイッチのコーンスリープが治りました知らん情報だな、したコーンスリープが何なんでした、頑張ります、はい、お願いします